はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。マリオカート8デラックスやっていきます。じゃあ最初のコースは、なんだっけ、ここの名前。ここもね、俺の好きなコーストップ10ぐらいに入るコースなんだけど。まあいいや、はい。まあ、このコースはまた赤いですね。ちょっと後ろ下がるか、最初。俺のこのね、バックテクニックをちょっと見せていきたい。おー、うまくいったのがいって、コイン出たところをもう一回取って、まあ、コイン10枚にすると。完璧ですね。で、さすがに前離れすぎてるから、アイテムは全力でまず使わないといけないと。まあでもコイン10枚だからね、コイン無視していけるのは強いね。これ絶対ダブル。まあ、取れなくてもまあ、まだ全然追いつくと思うけど。ここマスター使って、もう追いついてよ。早すぎだろ。まあこれダブル入れ替えだね。ダブル入れ替えて、強いアイテムを引きたい。キラー裏さだったら強すぎか、さすがに。ここキラーあんま強くねえよな。しかもキラー裏のキノコ入れ替えられないってのがちょっときつい。でもこれで回避狙うしかねえわ。で、ここさ、いいなんか、キノコなくても、ね、つけるらしいんだけど、俺つき方がしよくわかんないから、まあ、ちょっといい。まあ、頑張ってついて、もう使っちゃうわ。早めのキラー。まあ、一応入れ替えられた。ここで一応止まるって手もあるんだけど、いや、まあいいや。これでサンダー来ない読みだね、もう。後ろ投げんだよ、このタイガくん。で、1個使っちゃう？ここで1個。あ、これもったいなすぎる。いや、いや、これ1個無駄に使っちゃった。やばい。いや。あ、もう終わりだ。いや、これ。当たれ。まだあと1回チャンスあるか。やばい。ちょっと。走りもミスってるし、アイテムの使い方も終わってるし。お、ナイスバックス。俺も無理だな。峠いらねえよ。あ、でも、これ、キンキの動画でも無理っぽかったね。あ、でも、おい、峠食らってなかったぞ、前のやつ。なんでだよ。10位。あの、キノコの使い方が良くなかったのと、あれ、止まった方がいいね。あそこで、止まれる勇気を持つことが、うん、やっぱ重要だわ。もったいない。いやー、キラーしよくなかった。ロンキあるのかな？どこチーズランドみたいにロングキラーがある。ロンキラー分かればね、強いと思うんだけどね。もったいなかったね。もったいなくはないか。ちょっと下手くそすぎたアイテム回しが。いや、あそこでやっぱ止まることの重要さ。普通に走っててもあれ多分無理だったよね。バナナ当たってなくても、まあ、6以上多分いけなかった。まあ、厳しいね、うん。こうなることは、ちょっと、予想はできたね。キノコ3つ使った後、あんな中途半端なところにいたからね。で、次のコースは任天堂城以外でお願いします。任天堂城はちょっとね、この城日本のね、昔のお城は、ね、いいんだけど、エキサイトバイクはまあいいでしょう。てか、レート帯はまあまあか。ちょっと、まあ、同じぐらい。平均だね、1万6000ぐらいは。さっきマイナス19になっちゃったから、まあトップ3入りたいところである。まあここはまあ後ろから行くか。さっきでもね、後ろ下がってコイン取るところまではね、完璧だったから。あと、ここコースね、コイン取るのがむずいんだよ。だからこうやって後ろを下がんないと、ね、俺取れねえわ。ここ取って、ここまっすぐ行って、1枚取って、あと1枚で、10枚。さっきサンダー振んなかったから、なんかでもね、サンダー振らないときは本当に振らないからね。あと2レース、サンダー振らない可能性も大いにあると思うわ。1枚だけ入れ替えるわ。本当に2枚入れ替えたみたい。で、ここは機能を使わず9割で裏にスターを持っていきます。あの、表スターの方が好きだからな。いや、これ、無理だ。良すぎる。8位。超大回りで。アウトのダートに行くっていうの、俺。ここ9割できたでしょ。スターが出てこない。なんで？
みんな持ってるのか。横のやつ持ってんな。ここはまぁちょっと譲りながら。走りが終わってる。まあまあこれでいいし、表スタにするわ。で、あそこで1枚入れ替えて、いきます。後ろは離れてるからね、ここで3打あるか。3打打たないで。3打、3打振り読みか。3打ここで振ります。あのキラーが終わったら入れ替えで打ってくれると信じて。いやー、なさそうだな。危ない。あのバックスナ怖くて使っちゃったけど、まあいいんじゃない。ああまあ 4ならもう全然いいか、うん。まあまあまあ。最悪のタイミングでサンダーが張らなくて、ちょっと助かったね。このプラス12か。さっきのマイナスの分をちょっと取り戻したいね。レートもね、やっぱ16,600台にやっと戻ってきて、ね、もうなんだ、コグッパ7人衆使う前にね、ちゃんと戻ってきた。おまた高いコースあるぞ。マリオサーキット3。いいね。やっぱこういうね、高いコースでやるのがやっぱね、楽しいわ、このゲーム。レインボーロードとかね、ああいう長いコースとかね、後ろの人がサンダー回避いくらしてもね、勝てないコースってのはちょっと、走りたくないですね。ね。まあ、この人気でマリオサーキット。これは何のマリオサーキットなんだ、ちょ、わからないわ。モーモーカントリーでもまあいいかな。お任せ以外なら、あ、なんでもいい、ね、いいかなって。お、なんか今、俺のミーが、王冠かぶってるやつと話してるぞ。八王朝持ちかけてるのか。お、こっち向いた。あ、ちょっと距離置かれたわ。首回して、もう準備は万端ですね。でも思ったより少ないな、俺が選んだコース。いや、ドス遺跡はこれは、進め！ああ、惜しい。はい。レッド1000の人が入ってきたわ。このテンちゃん、レッド1000にちょっと勝たないといけないね。さすがに。ここ最初さ、とかできるらしいけど、いや、俺はやらない。俺、あえて普通に行く。おります。こっち行ってコイン取る。あいつに取られるわ。あの悪い取れていねえぞ。なんか後ろにもよしいんだけど、俺のこれはダブルだぞ。アイテムは強いね。アイテムつかなくてもなんか前出れる気するんだよね。どう行くのが一番早いのか、直下だね、あそこの道。一個一枚だけでも取ります。アウト側にね、確かいっぱいあるんだよ、コインが。まあ、2枚取れたわ。あ、右のこの1個のコインを。まあまあまあ、一応取れた。これ、スター使ってショートバスするのもありだけど。まあいいや、普通に行こう。まあ、まあ、そんな離れてはない。そこそこか。一応、今回ちょっとサンダー振り読みで行こうかな。サンダーここぞって時に、この、スターを使いたい。危ね、今スターを使いました。で、これ、俺がサンダー引く前や。前、なんか、2人ぐらいめちゃくちゃ抜けてるわ。なんか使っといて。ちょっとなんか回避はできた。アイテム、強くね？これ。これ強いぞ、絶対。いや、なんかアクション入んなかったけど、まあもうこの直進で使って、ここはまあキノコ使ってのしょとか、なんか忘れてます。キラーだからね。これ、いや、これもうさすがなんか暗いわけにはいかない。なんでしかもそっち側行くんだよ。アイテム取れない？いやー。まずいぞ、これは。いや、まあでも、生きるか。耐えられそう。あ。もう、モーモーカントリーだよ、もう。敵も取れてないのがひどかったんだよね。またすぐ使って。11はやだ。やだやだ。キンキの。キンキの使え。キンキの。出てこい、キンキの。9位。
うちはあのキラなんであっち行くの、アイテム取れなかったのほんときつかったね。はい。じゃあ今日はここで終わりです。ちょっとレート下げちゃいましたけど、まあ、また明日頑張ります。ご視聴ありがとうございました。